ろうそく問題、またはろうそく課題、またはドゥンカーのろうそく問題とは、人間の問題解決能力に機能的固着が、どのような影響を及ぼすのかを測定するための認知能力テストである。このテストは、ゲシュタルト心理学者、カール・ドゥンカーによって考案され、彼の死後である1945年に発表された。ドンカーは、クラーク大学にて、 問題解決課題についての論文の中で、このテストを初めて発表した。このテストでは、被験者に一つの問題が与えられる。それは、コルクボードの壁にろうそくを固定し、点火するというものである。ただし、溶けたろうが、下のテーブルに滴り落ちないようにする必要がある。この問題を解決するにあたり、被験者はろうそく以外に次のものだけを使うことが許される。 ドゥンカーのろうそく問題被験者はろうそくを壁に固定することを求められ、図 A のように一箱の画鋲、ろうそく、マッチを与えられる。回答は図 B に示されている。箱から画鋲を取り出して、画鋲で箱をコルクボードに固定し、ろうそくを箱の中に立てて、マッチで火をつけるというのが答えである。機能的固着のコンセプトが予測するところによると、被験者は箱について、 画鋲を入れるための道具としてのみ見て、そこに問題解決に有効活用できる別個の機能要素があるとはすぐには気づくことができない。この問題に取り組んだ多くの人が独創的ではあるが、効率的とは言えない手法を探し求めた。例えば、ある被験者は箱を使わず、ろうそくを画鋲で壁に固定しようとした。また、ある被験者はろうそくの一部を溶かし、 それを接着剤のように使って、ろうそくを壁に貼り付けようとした。これらの手法はうまくいかなかったが、画鋲が箱の中ではなく箱の横に置かれた状態で、提示されると、ほぼ全ての被験者が最適な解放に到達することが示された。このテストは、様々な人を対象に行われており、外国での居住と創造性の関連性を調べる研究では、 ケロック経営大学院の経営学習士の学生が被験者になったこともある。1962年に行われたサム・グラックスバーグによる研究では画鋲を箱の中に入れる方式と箱の横に置く方式とそれに短時間で解決法を見つけた被験者に賞金を出す方式と出さない方式を組み合わせ計4種類の問題を用意した。賞金が出ない方式の場合、 低動員軍と呼ばれた被験者は次のような説明を受けた。この後で行う予定の実験で使用するにはどれが最適かを決めるため私たちは様々な問題について試験的調査を行っています。解決に必要な時間についての基準値を得るのが私たちの目的です。その以外の行動員軍と呼ばれた被験者は次のような説明を受けた。あなたが どれぐらい早く問題を解決できたかに応じ5ドルから20ドルの賞金が用意されています。あなたのグループの中で上位25%に入れば5ドルの賞金が出ます。最優秀者の賞金は20ドルです。解決にかかった時間が評価基準です。画鋲を箱から出して提示した場合は画鋲を箱の中に入れて提示した場合に比べより解決が容易であることがわかった。 より多くの被験者が正解を見つけることができた上、正解した人も短時間で解いた。画鋲を箱の中に入れて提示する条件において、行動員軍の成績は、定動員軍の成績よりも悪かった。グラックスバーグは、この結果を新行動主義的動員理論の見地から解釈した。強い動員が存在することで、既存の周壁がなかなか消えず、正しい解放を思いつくのを阻害する。 これを過剰性等化効果の検知から説明することについては画表を箱から出して提示する条件下においてその効果が見られないことのほか逆向きに若干の効果が見られることなどの不正が点がある行動因条件で失敗する割合が高くなる理由のもう一つの説明として次のようにも言えるこの課題を限られた資源をめぐる競争という状態に 変質させたことによって、被験者は軽度のストレスを感じることになり、それによって、闘争、闘争反応として知られる、交換神経系反応が生じる。このストレス反応は、前頭葉皮質にある脳の創造的思考と、問題解決の領域を実質的に無力化する。イートリー・ヒギンズと WM シアーズとによると、被験者にこのテストで通常用いられる二つのものの、 名前を普段とは異なる見慣れない言語的構造で、つまり、一箱の画鋲ではなく、箱と画鋲のように復唱させると、ろうそく問題の成績が改善することを発見した。そのような言い回しを使うことで、その二つを別個の存在として、区別と活用をより容易にしたのである。スタンフォード大学で行われた調査では、問題が紙に印字された形で、被験者に提示された。 マイケル・シー・フランクと言語獲得の研究者であるマイケル・ラムスカーの報告によると問題に関与する名称に下線を引くだけでろうそく問題の正解率は25%から50%に上昇した。ありがとうございます。